社会人のための高校日本史今日は天行ドランと武士の登場ですこれは五三年合戦絵言葉に登場する武士です源義家が武津で戦った時の様子を描いています武士は馬に乗って弓矢で戦います記者が必須技術でキューバの道と言います徳川幕府の武家諸法とも キューバの道といいう表現を使っています50年ぐらい前私たちが高等学校で勉強した頃武士は地方の農業経営者が武装して生まれたというふうに教えてもらったもんですが1960年代にそれ本当かと歴史学的に実証されてるんかという見解が現れてその後研究が進み 私たちが高校時代に勉強した地方の農業経営者が武装して武士になったというのは江戸時代に荻生素来が言い始めた一種の妄想のようなものであって今では歴史小説やテレビドラマはともかくとして研究者の世界では地方の領主が武装して武士になったという説は過去のものになっています。現在 主流になっている武士の発生はどういうものかというと、職能的武士論といわれるものです。簡単に言うと、武士というのは国家から免許を受けた軍事下請け企業家であって、国家の軍事・警察部門がアウトソーシングされた企業を指す。その軍事下請け企業家が、例えば清和源氏とか、官務兵士とかに当たるわけですね。 さっき、かつて武士は地方の農業経営者が武装して生まれたと考えられていたと言いましたが、そもそも地方の農業経営者が勝手に武装していいのかという問題があります。日本では律令制が施行されたときに武装が認められるのは武漢とその配下に限定されるようになりました。政府の許可なく勝手に武装してはいけないんですね。 現在で言いますと、ヤクザと警察官はどこが違うか。ヤクザは勝手に武装している。銃刀法違反に関わらず武装している。警察官、海上保安官、自衛隊は国家の許可のもとに武装している。ここが決定的な違いです。律令制のもとでは、軍事、警察は直営だったんですが、平安時代の中頃、 須悪伝の藤原中平の時代に、国家のいろいろな機能がアウトソーシング、下請けがされていきます。そして王朝国家が成立します。いろんな仕事がアウトソーシングされたうち、朝税を受け負ったのが頭領、農耕を受け負ったのが多都、軍事をアウトソーシングされたのが武士なんですね。さてその武士なんですが、貴族のピラミッドの中ではほとんどの武士は、 貴族の下、侍というところに分類されます。侍とは特定の職能を持って貴族たちに仕える人たちです。侍の中に分士と武士がいます。貴族の中は3位以上の上級貴族と C5 位の下級貴族に分かれます。武士は下級貴族の中の武官に従って、 国家のために働く人たちのことを言います。この図でいう下級貴族の武漢、ここに河内源氏や官武兵士が位置づけられます。武漢のトップはこの F の左大将と右大将なんですが、左大将、右大将は三位以上に位置づけられていて、官武兵士や清和源氏といった武家は左大将、右大将の地位まで上がることはできません。 初めてこの三尾の壁を越えたのは平の清盛、続いて源頼朝がこの壁を越えていきます。それまで平安時代後期から陰性期にかけての武士というのは C5 位の下級貴族を頂点に抱く6位の侍たちで構成されているんですね。ところで藤原の道長のような上級文官貴族は 個人的には武力はなかったのかというと、実は道長は馬にも乗れたし、弓を射ることもできました。しかし、藤原の道長のような貴族は個人的にいかに強かったとしても武士とは言いません。道長の仕事は政治であって、武芸をもって国家の仕事をする武士ではないからです。藤原の秀里、源義家、 白石六郎道康。武士は皆馬に乗って弓矢で戦っています。武士が発生してから戦国時代までの武士には共通の意識があります。馬に乗り弓を射て戦うという武力がある。次に武士は強烈な序列意識を持っています。どっちが上かどっちが下かということなんですね。いわゆるメンツです。なめられた場合は相手を殺してしまうこともあります。 いちいち戦ってどっちが強いかということを決めていたら、お互いに傷つき合うので、この序列意識を満足させるために、朝廷の官位が使われます。俺の方が官位が上やというわけですね。そういうふうにして,見てみますとね、なかなか面白いことがわかるわけで、中心蔵に出てくる浅野匠神と大石倉之助ですが、律力完成は死闘完成で、 神、助、上、左官の順に並ぶんです。か手ての日本軍も大将、中将、少将、大佐、中佐、小佐、大、中尉少尉軍曹その下に兵がいました。神、助、上、左官、朝の匠の神、大石倉之助、トップは匠の神、家老は ラノスケこれで神・助・上・左官に入るのかなとそのようにしてですね武士の中には序列がきちっとついているんですね次に武士の最も大切なことは所領の確保です一生懸命と言いますが彼らは自分が持っている所領を確保するために戦います、まあ、具体的には自統式とかというふうな 土地に関する権利を奪い合うわけですが、戦いに負けますと、そうした士気、土地に関する権利を失ってしまいますので、武士にとって負けることは許されません。負けたらしまいです。勝ち組に乗っていく。これが武士にとっては最も大切なことです。江戸時代になりますと、武士はサラリーマン化して、一人の主君のために尽くすようになりますが、 戦国時代ままでははそんん。なことはありません主君は二人持ってもいいし、両族っていうんですね。例えば明智光秀は、足利義明と織田信長と両方を主君に持っていました。あ、それもありです。主君をどんどん変えていっても構いません。藤堂高虎なんか、主人7回変えなやつはダメなんて言ってますからね。藤堂高虎などは主人をどんどん変えながら出世していって大名に上り詰めました。 このように武士は朝廷から武装を認められています。現在の警察にあたる仕事で、京都を守る仕事に F というのがありました。そこで働きますと、当然武装が認められます。かつて下級武士が、この F で京都の警備をしていたという名残が、彦左衛門とか、権兵衛とか、そのモ門とか、兵衛とか、いうところに名前として痕跡が残っています。 さらに、彼らの序列意識を満足させるのが、朝廷から官位を認められているということです。俺の方が高い官位持てるんや、俺の方が偉いんや、ということですね。秀吉や家康はこれをうまく利用して、戦いがなくなった平和な時代になっても、武士たちは将軍から武家官位というものをもらいます。平ラ・コウズとか、浅野・匠の神とかね。 関を持っています武士が発生した頃武士の基本的な集団は主人を中心に主人の身内家のこと代々その家に仕える老頭とそれに付き従う原因所有というこういう集団で成り立っていましたこうした集団を束ねる武家の棟梁という存在がありますこの棟梁は一般の武士たちよりも 格段に偉いいいい存在でないといけないんでななとけんす簡単に言っちゃうと騎州天皇や藤原摂関家の子孫であるという地方在住の武士たちと全く違う出自を持っているそして天皇や藤原摂関家の子孫として例えば源頼朝であれば15位という官位を持っている15位なんて都では一番貴族の下っ端なんですが 関東に行きますと、清和源氏の子孫で15位なんです。すごいですねということになるんですね。このように、騎手である出自を持ち、武士たちを束ねて、棟梁になった人たちを軍事貴族と言います。と、このように武士の発生を説明してきましたが、ここで疑問が湧きますね。なぜ武士は馬に乗って弓で戦うのか。 馬に乗って弓で戦うのはなかなか高級な技術なんです。武士たちは馬に乗って弓で戦うというこういう高級技術をどのようにして身につけたのか。そういう武士たちの上位に立つ武家の棟梁、彼らも当然記者技術をマスターしています。記者技術をマスターし、武士たちを従わせる棟梁はどのようにして現れたのか。リ 軍、警察は国家直営でした。実力性のもとにおける軍事機構は基本的に対外戦争を想定しています。例えば天智天皇は白月の絵に軍隊を送り、そして負けてしまい、うわあ、これは党から攻めてくるかもしれんなどというですね、そういう事態に備えるために軍備がなされていたわけです。律令制の下における軍事機構は 国ごとに置かれた軍団でした。これは公民から徴兵した歩兵で構成されています。数も千人単位というふうにかなり大規模な軍事組織でした。ところが中国や朝鮮半島との関係が改善され、党や白木が日本に攻めてくるということがないわということになっていきますと、軍団という巨大な軍事組織を維持していくことは、 大変なな財政的負担になりますそこで桓武天皇は九州と東北以外の軍団をやめてしまいましたところでこの東北の軍団なんですがこれは恵比と戦っていたんですところが歩兵中心の軍団は恵比の騎兵に全く勝てませんでしたここで日本は軍事機構を縮小するとともに歩兵から騎兵に切り替えていくんです 徴兵制であった軍団は廃止され、軍事の指定たちを使ったコンデーという新しい軍事システムが作られます。こちらは騎兵を使います。軍事の指定たちは財政的余裕がありますので、馬に乗ったり弓をいたりする技術をマスターする時間があったんですね。で人数は大幅に縮小されて、リマの国で100人、備前の国で50人と、 いいうぐらいになりましたところが平安時代の前半軍事力を縮小した結果地方の治安が悪化します。都に送られれてくる物資を襲う盗賊どもが現れたんですでこの盗賊どもなんですがよくよく調べてみると軍事の師弟たちが盗賊になっているということが分かってきます。なんでこんなにですね重い税金をもたらなあかんのやって。 都に運んでいく物資をですね、取ったろうという地方の有力者が出てきたんです。これをどうやって取り締まるかということになります。平安時代になりますと、国司が徴税して、それを都に収めるわけで、都に送る物資を奪いに来る盗賊たちと戦うために、国司は武芸を有する者を雇うようになりました。国家のために仕事をするわけですから、 政府から追武官府という兵の動員権を保障する命令書をもらって、これで武芸を有する者を雇って国士たちは盗賊たちを取り締まります。これでなぜ日本の武士が馬に乗って弓で戦うのか、馬に乗って弓で戦う技術を持つ人間がどうやって現れてきたのかが説明できました。残る問題は、そういった人たちを束ねて、 武家の棟梁になっていく下級貴族はどこから出てきたのか武芸をマスターしている下級貴族はどういう経過をたどって現れてくるのかになりますね。清和源氏も官武兵士も騎手、清和天皇や官武天皇の子孫たちです。なぜ天皇の子孫でありながら地方の荒くれ武士たちを率いる武家の棟梁になるのか それは平安時代になりますと天皇の子供であっても都で仕事を得ることができなかったからです。なんでそんなことになってしまったのか簡単に言うと天皇の子供が多すぎたからです。王子天皇の子供の数を調べますと天智天皇が7人天武天皇が10人台ですが奈良時代になって文武天皇聖武天皇になりますと1人とか2人になってしまいます。 ところが、平安時代の初期、天皇の子供はむちゃくちゃに増えます。幹武天皇が20人以上、佐賀天皇も20人以上、あと、任命を文徳政和とすべて10人を超える子供たちを作っています。さらに、その子供たちが結婚して孫が生まれ、ひ孫が生まれていくわけです。こんなにたくさんの天皇の王子たち、及びその子供や孫が増えますと、 彼らに中央官庁の役職を割り当てることができなくなってしまいます。そこで天皇の子供を天皇家から切り離し、親戚公家ですね。源とか平という姓を与え、さらに都にいても仕事がなかったら地方へ行けというふうなことが行われるようになりました。そうして地方に下った天皇の子孫から官務兵士や清和源氏が現れるんですが、ではなぜ、 源の常元や平の定盛が武士たちのトップに立つ武芸を持っていたのか。源の常元は清和天皇の孫ですが、母方の方をたどっていきますと、桓武天皇の王子、門井親王に行き着きます。門井親王の母親は坂上の田村麻呂の娘です。征夷大将軍、坂上の田村麻呂ですね。 田村麻呂の軍事技術が門井親王から源の常元に伝わって源の常元は武家の棟梁としての武力を身につけることができました官武兵士の方はどうかというと官武兵士の祖は平ら定盛ですが定盛から上に上がっていきますと官武天皇の王子桂川親王に行き着きます桂川親王の母親は田治比の真舟この田治比というのも 奈良時代の軍事技術の家なんですつまり清和源氏は坂の上の武芸を受け継ぎ官武兵士は多治比の軍事技術を受け継いだということになります平安時代になりますと貴族たちはそれぞれの家の位によってその家が何を専門にするかという職種が決まってきます 三位以上の苦行たちが行うのは政治です。c 五位の下級貴族たちが行うのは国家のために専門職として使えることです。例えば、木のいきは和歌の専門家。菅原道真は中国古典の専門家です。キューバの道の専門家として国家に使えるのが源義家や平野直方ということになります。源義家のような武家の官位は C か5位で、職としては、ズレ領や将軍やケビン氏を担当します。武漢の最高職であるジュサンミ、樹三味、左大将や右大将になることはできません。清和源氏や官武兵士が、武家の統領としての地位を確立したのは、天下の乱の時代でした。彼らに C や5位の官位と、陳治府将軍などの職を与えて、武家の統領としての地位を 確実にしてやったのは、須作天皇と藤原忠平でした。当時、藤原忠平、摂関家が人事権を持っていますので、下級貴族として登場してきた軍事貴族たちの主人は摂関家でした。清和源氏の三中、頼信、頼吉、吉家などは、金家、道長、頼通など、摂関家に仕え、摂関家の武力として活動しました。 やがて人事権が摂関家から院に変わった時白河上皇は平野政盛を引き立てて桓武平氏を院の武力として組織します源義家は貴族の人事権が摂関家から院に移る過渡期に登場した人物です先ほど桓武天皇や清和天皇など平安時代前期の天皇がいっぱい王子を作ったために 天皇の子孫が増加して仕事が足りなくなってしまい都では職にありつけないので地方に進出していったという話をしました。都では天皇の孫やひ孫といっても貴族になれるかどうかという下っ端の存在にすぎませんが小口として地方に移り住みますと地方では大変な名士・騎手ということになります。天皇のお孫ささん、孫さんですか。 語彙という貴族の簡易も持っておられるんです,かすごいですね。あるいはそのお子さんなんですか、すごいですね。って思うんですね。京都で職にありつけなくて、地方にやってきた天皇の孫やひ孫にあたる人たちは、地元の有力者から京都と縁故を持つための手がかりとして歓迎され、地元有力者の婿になっていきます。しかし、都を離れますと、貴族社会からだんだん縁が遠くなり、 貴族の最低ランクである5位の官位も受けることができなくなって、その下のランク、6位、肝心になってしまいます。しかし、彼らはなんとかして、貴族社会に帰り咲きたいと思っていました。平の定盛、源の常と平の正門などがそれに当たります。平の定盛や平の正門は関東に住んでいましたが、貴族に復帰するために京に出て、 肝心になります例えば、平野正門は藤原忠平の県人になって、忠平の推挙で、竹口の武士、代理の警備の仕事に就きました。竹口の武士は6位に当たります。ここでワンチャンあって、功績を上げれば、その功績で5位になれるかもしれない。これが平野正門や平野定盛が夢見ていたことでした。そのチャンスは、 平の正門と藤原の住友が反乱を起こしたことによってもたらされました。天行の乱です。天行の乱で反乱を起こした平の正門や藤原の住友は負け組になり、正門や住友を倒したという功績によって平の定盛、源の常元、藤原の秀里は十五位を与えられて、 貴族社会に返り咲き、さらに昇進を重ねて、昇進や重進、陳治不将軍や頭領になっていきます。つまり、軍事貴族とは、天元を乱でチャンスをつかみ、将門や住友を倒すことによって、貴族社会に返り咲き、下級貴族であるということをもって、武士たちの棟梁になることができた人々を言うんです。では、平将門の乱を見ていきます。 正門や貞盛の祖父平野隆持は15位下上之介として関東にやってきました。正門と貞盛はいとこにあたります。正門も貞盛も6位肝心として京都で藤原摂関家などに仕え、ワンチャン捕らえて5位の貴族に戻りたいなと考えていたわけですが、その頃関東で正門の父親の平野義正の遺産を 平野貞盛の父親の国家ががるという事件が起こります。父親平野義政の遺産をパクられた正門は関東に戻り、叔父の平野国家と戦い、平野国家を殺してしまいます。こうして平一族が揉めているところに源の常元が武蔵之助としてやってきます。源の常元は平野正門が謀反を企てていると提訴しますが、 平野正門の主人であったこともある関白藤原忠平は、平野正門っていいやつやったと。あいつが本当に謀反を起こしたんか。もう一回ちゃんと調査しろということを命じて、調査した結果、源の常元の方が嘘を言っているということがわかり、藤原忠平は平野正門を女医除官貴族社会に戻してやろうかと考えるようになります。ところが、 1939年、平将門は藤原のコレチオと藤原の春秋の大図に巻き込まれ、日立の国府を襲撃してしまいます。これで関東の怒号同士の争いは国家に対する謀反に変わってしまいました。将門は関東を占領し、親王であると言い始めます。八幡大菩薩、王神天皇の使いが現れ、 行為を平の正門に与えると言います。その事例は菅原道真の霊魂が書いたそうです。関東で平野正門が暴れ回っている頃、瀬戸内海では藤原の住友が海賊になっていました。藤原の住友は藤原摂関家の生まれなんです。住友の祖父、東常は元常の兄にあたります。ところが住友のお父さんは、 若くして亡くなってしまい、官位が上がっていませんでした。貴族って長生きすることが大事なんです。長生きしますと、人事異動のために官位が上がっていくんですが、若くして亡くなってしまいますと、官位が上がらないんですね。父親の官位が上がりませんと、父親のコネで息子を引き上げることができませんので、住友のように。 父親が早く亡くなってしまうと、いい職にありつけないんです。でも、その藤原の住友に救いの手を差し伸べた人がいます。藤原の元名です。元名は932年、伊予守になったときに、住友に声をかけて、お前も一緒に伊予に来て、俺を手伝わへんかと。で、住友は伊予についていって、伊予の女王になりました。 元名から海賊の鎮定を職務として与えられます。住友、海賊相手にちゃんちゃんバラバラやっているうちに、海賊の仲間になってしまったんです。4年が経過し、藤原の元名は大和神に転任しました。ところが、住友は元名についていかず、伊予に残って、海賊のボスになってしまいます。海賊から見れば、住友って摂関家の一員やろ 伊予の城という国師であったこともあるんやろ三等官ですけどね、城ですから。いや、それにしてもね、海賊たちから見れば、摂関家の生まれで、元国師ですからね。ボスに仰ぐに十分な騎手の人です。関東で平野正香とか、瀬戸内海で藤原の住友が暴れ回った頃、京都ではこれどないしてですね、治めるんやということが問題になりました。そこで、 スナク天皇、藤原忠平の政府は、平野正門とか藤原住友が反乱を起こしとるが、あいつらを鎮圧しに行く腕に自信のある奴はおらんかと。もし国家のために戦い、平野正門や藤原住友の反乱を収めたら、貴族に昇格させてやると、藤原忠平の政府は言います。6位の肝心で、何とかして5位の貴族に返り咲きたいと願っていた。 平野貞盛や源の常元らにとってはチャンスが訪れたわけです。平野貞盛や藤原の秀里や源の常元は自分につき従う腕自慢を率いて関東や瀬戸内外に出かけていき、平野正門や藤原の住友の反乱を鎮圧しました。その功績によって平野貞盛、藤原の秀里、源の常元は貴族社会に返り咲いて、 武芸を専門とする軍事貴族に成長していきます。平野正門は940年2月14日、矢が額に当たって戦死しました。藤原秀里田原の藤太が平野正門の首を掲げて京都に凱旋した様子を描いた絵巻です。こうして天行の乱、平野正門、藤原の住友の反乱を鎮圧したという功績によって、官武兵士の 平野貞盛、清和源氏の源の常元、秀里う藤原氏の藤原の秀里が軍事貴族としてスタートを切りました。貞盛、恒本、秀里は3人とも市、陳治府将軍の地位まで上り詰めます。しかし、その次の代で清和源氏と残りの2つの間には大きな差が開きます。源の三中は 969年のアンナの辺で、源孝明が日本を育ててますよ、ということを藤原氏に密告して、その後、藤原関家の武力として重んじられて、地位をどんどん上げていき、正しい伊予神まで上がります。ところが、秀里の嫡子の藤原千春は、アンナの辺の関係者であるとして、捕獲されてしまいます。こうして、秀里流藤原氏の嫡流は、 京都の軍事貴族から転落しましまた後にこの子孫が奥州藤原氏として現れてきます。平の定森の子供たちは関東と伊勢に地盤を張って、清和源氏ほどではありませんが、軍事貴族として成長していきます。人事権を握る摂関家の武力となった源光仲は、少子・伊予の海まで昇進し、その子供たちも 光中の子供のうち三男の源頼信この人が河内に狩猟を持っていたので源頼信の系統を河内源氏と言いますやがて河内源氏は平忠常の反乱をきっかけに関東に進出して頼信の子孫から頼義とか義家とか頼朝が現れてくることになります